どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、この画面でですね、なんでキヨキヨの村見てんのかと、あれキヨキヨの村はと、皆さんなんでよねんと思った方いらっしゃると思うんですけれども、あのですね、私8月15日朝起きてですね、ちょうど朝起きたんですよ。で9時頃に、じゃあ動画撮るかということで動画を撮影開始しようとしました。そして、MacBook を開きます。開きまして、全然なんか40秒ぐらいで録画ができなくなったんですね。で、うわ、なんでこれ、うわ、なんか故障かなと思って、ですけども私ですね、経験上 Apple 製品というものは再起動すれば治るというですね、私の勝手な妄想がありまして、再起動しようとして消すわけですよ。でつけるわけですね。そうするともうね、つかないですよ。つけようとしてもつけようとしても、途中で電源がボーンっていう起動をね、いつも皆さんおなじみのボーンの後にすぐパッて消えるんですよ。でこれダメだなと思いまして、翌日16日にですね、この動画時系列といいますか、動画的に言うと昨日ですかね、昨日 Apple Store に行ってまいりまして、ジーニアスバーというですね、天才のバーがあるんですけれども、アップルストア内に、それを予約して、プロフェッショナルの方に見てもらったところ、まあこれはもうどうしようもないということで修理ということで、まあ私一応保証内であったので、まあ無料ということで、非常にありがとうございます、アップルさん、ありがとうございます、感じなんですけれども、いや、ということでね、これなんですよ。要するにこのサブアカの方は取れるんですよ。普通に取れます。普通に取れるんですよ。しかしiPhone の方ですね。こちらはもうその、なんつうの、この、キヨキヨアカウントの方ですよ。キヨキヨアカウントの方が、激戦しているという状況でございます。で、まあ、その、Mac が帰ってくるのが3日、4日、長くて1週間ということなので、まあ、そうですね。でも、何でした？私ですね、今ここで告知しちゃいますよ。告知しちゃいますよ。すいません。ちょっと、しちゃいますけれども。8月の18日に、キヨキヨ VS ハルパパが帰ってきます。ハルパパさんのクランが、と戦うことが帰ってきます。第2回戦でございます。前回はですね、引き分けという形になりました。それをですね、決着つけようじゃねえかということで、第2回戦ということになります。ということで、よろしくお願いいたします。そしてですね、22日には、これ言っちゃっていいのかな？エンビ JPN さん、皆さんご存知でしょうか？こちら、ですね、クランを探すで、エンビ、これが火なんですよね。ここ火で、エンビ、ジャパンと、エンビ JPN という検索して、この方と、合同クラン戦ということで、実施いたします。非常に強い方なんですよね。このミシュランマさんという方、ロジック杯にも出場されましてですね、非常にすごい素晴らしい成績を収めたということで、五右衛門ジャパン一同、他にもすごいプレイヤーがいるんですよ。まあ、マッチングを調整して戦うという形でございます。ということで、まあ、それなので、ちょっとデバイス的にも、ちょっときついのかなと、実況、攻める時の実況できるのかなっていうのが、ちょっと、まあ不安ではありますけれども、まあなんとかしてですね、実況できたらいいなと思ってます。まあ考えてることとしては、まあちょっとこっちの端末で、ね、この端末でライブリプレイを見ながら、私が横で別の端末で攻めて、一応ライブリプレイ実況。それもそれで変わらないと思うんですよね。ただユニットの下にユニットの、帯が出てるか出てないかだけなので、そういう形もできるかなと思って、まあいろいろ試してみたいと思います。ということでですね、まあ雑談 Mac が壊れて皆さんに満足できる動画が提供できるかどうか不安ですという動画でございました。ということで、あとですね、私今キヨキヨ3893ということで、もう少しで3900に突破いたします。皆さん、よろしく、応援よろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。